さくらくんです。せーの、チューチュー。ということで今回やる企画は、ゆめくん。まあ、今回ゆぺくんをということで、誰が一番ゆぺくんを知ってるのかということでね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。それではゆぺくんの本性を Find out。 じゃあ一番、はい、お好きなお寿司のネタ。いや、わかるわ。これは何回寿司行ってると思ってんすか、僕たち。いや、これはそう。どっちで来るかなんじゃな。人の好きなものわかんないの。どっち、はい、じゃあいきますよ、皆さん答えオープン。はい、サーモン。あ、ウニ。俺もウニ。サーモン。炙りサーモン。答えいきます。どうぞ。好きなお寿司のネタですか。やっぱ1問目から難しい質問ですね。誰に向かって言ってんだお前。炙りサーモン。おい、すごくない、ガチで。え、すげえ。炙りサーモン。いやいやいや、第2問。はい、座右の銘。え、あー、それ聞いたことある気がする。知らんわ。いや、インスタのストーリーで答えてた。インスタのストーリーでも言ったし、チョコラビ公式配信でも言いました。知ったわ。分かんない人はもしかしたら面白いポイントがあるかもです。お、いや、これは聞いたことある。まず座右の銘が分かんない。なんかあれ、継続は、あ、あ、あ、え、え、あ、あ、なんかこけた。これはできた。出てきたな、なんか。これもできた。よし、解答オープン。はい、継続は力なり。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 継続は力なりじゃなかった気がする。なんかのアニメか、なんか画像かなんかで俺前聞いた気がするんですよ。米を一粒も残すな。何やそれ。何かあったんだ。何やそれ。さくらくん、すごい。座右の銘、これ結構昔から言ってるんですけど、生まれた時からどんぶり飯。あ、そうだ。すごい。そうだ。いつもいた。0.5。三問目お願いします。お願いします。自分の好きなところか。好きなところはなんだろうな。どっちで来るかよな。ネタで来るのかガチだよね。そう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 。あ、もうこれでいきます。僕はできた人はどんどんできたって言ってください。これを言ってんのがなんか想像できる。回答オープン。はい、リスナーさんが好きな自分。家の間取りが広いところ。優しいところですかねっていう。全部。全部はない。器の大きさ。ああ、そっち系、そっち系。全部バラバラやな。どうも、自分の好きなところ。好きな自分だけど、難しいな。いろいろあるんですけど、まあ一番強いて言うなら、お尻言ってるから全部じゃないの。スタイルがいいところ。そう、シンプルすぎるだろ。スタイルか。スタイルがいいところです。ボケりゃよかった。俺、俺 0.5 入るんじゃない。何でしたっけ。え、まあ、家の間取りが面白くない。マイナス5ポイント。言わなきゃよかった。今でもフェニクロさん1、マイタケさん0、さくらさん0.5、ポキガメンさん0、マイナス5。お前、ゆぺくんなんも知らないのな。マイナス、どうだったと思ったら。マイナス、マイナス、マイナス。ダイヤモン。はい。好きなポケモンですか。好きなポケモン。うわ、俺これ知ってる。危ない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 。答え言うのだった。聞いたことあるよ、俺これ。お前らこれ分からなかったらやめた方がいいよ、マジで。いきますよ。はい、せーの。はい、メタモン。ゲンガー。オタック。ああ、そうだ。メガメもコタックです。ゲンガー。ああ、うわ、コタックだ。みんなね、遊んでる時も限定でコダック見た瞬間絶対やるから。そう、いいですよ。そうだ、コダック。コダックだよ。好きなポケモン。たまたま。なんでやねん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 。お前コダックだった。お前よかった。おい、次第5問。好きな女性のタイプは何。なんかまあまあヒントで言うなら、よかな。言うな言うな。じゃあ第5問の答えどうぞ。はい、掃除洗濯ができない人。できない。好きなタイプですよ。あ、好きな、できる人。ごめん、間違えました。はい、お行儀のいい人。あ、じゃあ行儀だったら外れだ。え、違う違う、当てる当てる。変わんないから。え、一緒にいて楽な女性です。はいはいはい。本田翼みたいな人。うわ、そっちが絶対。俺もちょっとあると思ったけど。うわー、うわ、待って。なんと登場していただきましょう。本田翼さんです。めっちゃ顔小さいですね。こんなしょうもない企画に呼ぶな。もっと大きい企画に呼べ。確かに。好きな女性のタイプは、僕のこと好きでいてくれたらどんな女性でもタイプです。うわー、嘘つけよお前。ダメやんけよ。何ポイント、何ポイント。ひれぶるなよ。ゼロ。マイナスでもない。お前ホンダでもらえると思うな。第6問。はい、本当に好きな女性のタイプは。うわ、ここでか。ざっくり具体的言わない方がいいんじゃない。もうじゃあノーヒントでいきます。消さなきゃよかった。5個あります。5問中5問あったら5点。何個書いていいとか。当てた分。俺これ超ラッキー。でも5個以下。回答は、はい、 OK です。はい、書けました。はい、それではどうだ。
はい、洗濯ができる人、料理ができる人、可愛い人、掃除ができる人、本田翼さん。はいはいはい、一緒にいて楽な人、細い人、女子力が高い人、顔が可愛い人、本田翼。上品な人、掃除できる人、一途な人、料理ができる人、たまたま。髪型がボブ、言葉遣いが綺麗、綺麗好き、まあ掃除ができる人ってことだね。で、スタイルがいい、顔が可愛い。はい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 、本田翼みたいな人、掃除洗濯できる人、自分を好きな人、一緒にいて楽な人、笑顔が可愛い人。はい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 、いきます、答え。ほんとカットしてくれます。顔がいい、スタイルがいい、はい、優しい、気が利く、本田翼。はい、これ、はい、これ、はい、これ、いきますよ、何万ってます。よし、本田翼だけや。見て、まあ、本田翼見たい。もうちょい見たいだろ。いや、待って待って待って、消すな消すな。見たいって違うもんね。ちょ、0.5ちょうだい。じゃあ、0.5。よーし、これ何万円だ。ゼロ。今ので何点？3点。2点入ってたってこと？いや、今4点。あ、今3点。ゼロ。0.5。今2点プラスされた。はいはい、だからマイナス3だ。俺呼んでよ。俺呼んで。じゃあ7番、ゆべくんの恋愛対象は。なんか誰か芸能人が言ってたんだよね、お笑い芸人さんかな。それで結構言うようにしてます。クロちゃんかな。回答オープン。ドン。はい、エロい人。恋愛対象エロい人、美女だしんよ。この世に恋愛対象にならない人なんていないですよ。あるね、はい、熟女。お尻が大きいな。はいはいはい、お尻ある。恋愛対象、うん、僕が今18歳なんですけれども、はいはい、生まれてから死ぬまで。生まれてから死ぬまで全てが恋愛対象。え、マイナスじゃねえ。2倍だ。え、なんで。よっしゃ、3倍だ。またね。2倍だ。第8問目、はい、ゆべにとってのチョコラビとは。またネタがガチかな。いや、ネタでしょ、さすがに。それでは回答どうぞ。ドン。はい、踏み台。ビジネスパートナー。ああ、いや、俺もかけ大切な存在で。はいはいはい、踏み台。エリコさん、特にないっすね。いいですか。はい、はい、答えです。あなたにとってチョコラビとは。うん、いい質問持ってきますね。ベリグ、もう僕にとってチョコラビとは踏み台。やあ、おわっ、これはちなみにあのチョコラビ自己紹介動画で踏み台として待ってます。紹介動画でいきます。そっちか。もうラスト2問いきます。はい、お願いします。ゆべくんが尊敬している人は誰。それで来ると思う。あのさ、俺2人いるわ。完全に1人いるけど、それなのか。ここの8問目ぐらいで。ヒント、ポーズ。どんなポーズしてる、これ。考える人。いや、違う。偉そうに。自分がそこまで、もしかしたらこう本当はなんか目上に思ってないんじゃないか説。確かにこの雰囲気でコロンさんってね。え、言ったよね。いや、違う違う。じゃあスロー、スローどうぞ。おらー。お前、編集でそれではどうぞ。さくら君。俺。ああ。コロン。コロンさん。菅総理大臣。コロン君。コロン君じゃなかったら逆に。でも逆にちょっと疑っちゃう。いや、お前これこの態度で出るか。とか言えると思う、これ。いきますよ。はい。尊敬してる人。これ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 。ストロベリープリンセスのコロンさんです。よーい。いや、今わざと答えました。はい。これがね、ストロプリンスなんですよ、本当は。はいはいはい。もちろん。いや、みんなストロベリープリンスのコロンさんって書いてくれるかなと思って。はい。正しくはストロベリープリンスです。ポイントゼロ？コロンさん正解。最終問題。じゃあ300。オッケー。305点になります。300点。今眠い。最後。最後。どう答えるかな。ちゃんともうね、答えてます。一応スクショしとくね、変えないように。いや、動画残ってるから変えれないよ。あ、そうだ。一ポイント。やった。やった。じゃあ。眠い。眠い。一ポイント。あ、いる。え、なんで、なんで、なんで。何でももらえるこれ今。エビキャビするよ。あ、ごま。1個もらえます。ボケ最近痩せてるもんね。これから関係ない痩せてきた。5ポイントあげる。あー、5ポイントあげる。この時のためにダイエットしてる。お前ずっと強いね。いいですか。 OK です。最後どうぞ。はい、眠くないわけないでしょ。あー、すごいね。眠い。はい、ペペしたい。もうシンプルに眠い。はい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 。今眠いですか。眠いよりも。はい、今眠い。ペペしたい。あー、なんかすごい。なんかポケ画面。あ、まあまあ、いきます。今眠い。うん、どうだろう。聞いてみますね。え、あー、お腹すいた。なんやねん。なんやねん。
果表。はい、はい、何ポイント？4ポイント。2.5。6.5。31B。5。罰ゲームは下がれる。ということで一番分かってるのは最初のボーナスなかった俺だったんだけど痩せてよかった。よかった痩せて。はい、ということでですね、この動画を見てまっちゃんね、登録、高評価、そしてツイッターのフォローの方よろしくお願いします。下の概要欄にメンバーそれぞれのツイッターがあるんでね、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。お願いします。そして僕ら毎週水曜日夜8時からツイキャスアプリの放送しています。初回ビット調べてもらえば出てくると思うんで、ぜひ動画見たところのあなた少しでも気になった方はですね、生放送の遊びに来てください。はい、そして僕らね、なんと、ゼップツアーが決定でした。福岡、名古屋、大阪、横浜、札幌、こちらのね、都市に行かせていただきます。皆さん、はい、ぜひですね、近く来るなと思った方、下の概要欄にね、応募の URL があるんで、ぜひそちらの方ポチッと押してもろて、はい、押してもらえたら嬉しいなと思います。お願いします。はい、ってくる、せーの、チャンネル登録してね。2ポイント。6ポイント。